ホテルロシア・クレムリンの側に用を誇った、ホテルロシア・ホテルロシア、または、ロシア・ホテルは、ロシアの首都モスクワにあったホテル。ニキータ・フルシチョフの命令で1964年から1968年にかけて建設された。床面積約4ヘクタール。1993年に、アメリカ・ラスベガスの MGM グランドができるまでは、世界最大のホテルだった。 その後もヨーロッパ最大の異様を誇った。客室数はリニューアルによる変動はあるものの3070から3200室を数えた。館内には複数のレストラン、カフェ、バー、キオスク、両替所、郵便局、ヘルスクラブ、ナイトクラブ、サウナ、ボーリング場、プール、映画館、利用室、会議場があった。さらに極め付きが 2500席の国立中央、コンサートホールである。ホテルロシアは赤の広場に隣接しており、その21階の高さは、クレムジンの壁と、聖、ワシリー大聖堂のキューポラの上に迫る勢いであった。この地区は、ザリアーチエと呼ばれ、モスクワの城壁内にある古くからの市街地で民家が密集していた。1947年、 スターリンアンピールの超高層行政庁舎ビルを建てるために建物が一掃され、歴史的建造物も,も相当破壊された。セブンシスターズと呼ばれるスターリン様式の超高層ビルに8番目の姉妹として加わるはずだった。この行政庁舎は完成せず、基礎工事の途中のまま1960年代まで空き地のまま放置されていた。 1964年から始まったホテルロシアの建設により、クレムジンの警官がホテルによって遮られるようになったことから、中心市街地の警官論争を巻き起こすこととなった。1977年大規模な火災が発生し、ホテル側の公式的な見解では、死者42人、負傷者50人以上を数えた。ホテルロシアは再開発のため、 2006年1月1日営業を停止し、3月コンサートホールを除いて解体された。跡地には新たな娯楽複合施設が建設される予定であった。新しい建築は英国の建築家、ノーマン・ホスター卿の設計により、新たに2000室の客室を有するホテル、アパートと駐車場の計画を含む。この再開発はチェチェン人のオリガルヒで、 シュベリアエネルゴ社長、シャルバ・チギリンスキーの手になるものである。2012年には跡地に公園を整備する計画が持ち上がり、2017年11月にガラス張りの多目的ホールを有するザリャー G 公園が開園した。4億8000万ドルもの費用をかけ、世界で最も高額な整備費用を要した公園となった。ありがとうございます。